で、今日の予定、なんかあったか？私は、一人でキャッチボールか。付き合わんぞ。かやもりでも誘ってみるか。かやもりてめえ、ヒイラギに何をしやがった！その、孤児の様子がおかしかったから、なんとか応急処置ができないかな、とか。はぁ？応急処置だと？苦しい言い訳だったかな。でも本当のことですし。そうか、疑って悪かったな。信じてくれた。かやもりさんのいちごさんからの信頼すごいです。おい、それヒイラギの荷物じゃねえか。勝手にいじんなよ。その古樹に頼まれたんだ。自分に何かあった時に代わりにやっといてくれって。そっか。いや、それならいい。すまね。なあ、かやもり。お前が今、ヒイラギのために何かしてやれるなら、頼む。できる限りのことをしてやってくれ。私は何もしてやれねえからさ。とりあえず、あいつをやっちまえばいいんだな。いや、それはダメだ。あ？何言ってんだ。あのキャンサーと戦うと、負のエネルギーが溜まって、悪霊が復活しちゃう。司令官にもそんなこと言ってたけど、そんなオカルトじみたこと。古樹がそう教えてくれたんだ。ヒイラギは？ん？そうか、わかった。姉さん、ヒイラギがここを気にしてたってお前も言ってたろ。カヤモリは見える側らしいし、ヒイラギが目を覚ます何かを知ってるのかもしれねえ。